はい、ありがとうございました。それではですね、デニッシュ・エミ牧師に、お父さんとお母さんの、報告と、そしてその後短くお祈りをしたいと思いますので、よろしくお願いします。その後、おうち牧師の方にお願いしますので、準備をお願いします。皆さん、こんばんは。両親のために、お祈りをありがとうございます。次々とですね、いろんなことが起こって、その中で神様、いろいろですね、本人にも語ってくださってるんだなということをですね、つくづく思っております。一言お祈りします。愛されたお父様、御心の報告ができますように、短く神様の御心を語らせてください。お願いいたします。イエス様の名前を通してお願いいたします。アーメン。感謝します。本当はですね、1月に入ってすぐ母がですね、胆のうを取る手術をですね、やるっていう計画だけであったんですが、いきなりですね、仕事納めの日に、私は父に送ってもらってですね、駅まで行って、私は何知らず仕事に行ったわけですけども、仕事をしている途中で電話がかかってきていて、それは何かよく分からなくて、電話番号分からなかったですので、それを検索したらですね、前父が入院してた病院からだったんですね。それで、あら、どうしたんだろうと思って気になったんですけど、仕事中だったので電話できなくって、お昼になってすぐにですね、電話したら、いや、実はお父さんがですね、この連れてこられて、事故があったみたいで、連れてこられて、ここでは対応できなかったんで、赤村センターっていう病院に搬送されたの知ってますかって言われてですね、いや、知りませんっていうことで、全く知らずにいたんですが、その後メールを確認したら、兄からも来ててですね、ちょうど兄が休みで、本当は兄と一緒に私はいつも仕事に行くんですが、この日、兄が休みだったので、父親が送っていったんですね。で、まあ、兄にとっても自分が言っとけばっていう思いは多分あるんじゃないかな、本人は言いませんけど、でも、まあ、ここも兄にこう神様が触れてくれればなっていうことをですね、思っていますけども、そんな中で今、現状がどうなっているのかっていうと、まあ、メールでも送らせていただいた、送ってもらったようにですね、骨の3本、腰の骨3本ですね、ボルト今入れて、手術して、います。で、先ほど説明していただきましたけども、ちょっと違って、ね、すいません 最初はすごく良かったんですね。で、入った時は年の割にはすごく治りがいいっていうふうに言われたんですけども、どうしても動けないので、なんて言うんでしょう、尿が出るところに管を通してですね、やってたんですけど、その3日4日した後ぐらいから、年を明けてからですね、ちょうど1週間前ぐらいからですけども、熱が出始めたんですね。それで何かっていうと、多分そこから感染したんだろうっていうことで、熱がどんどん出てですね、もともと入った時にちょっと高血圧があって、病院側は塩分のないですね、ご飯を出してたわけなんですね。それで全く食べなくって、いや、食べないかんよっていうふうには言ってたんですけども、食べないのと、その熱が出てきたことと、それで余計食べれなくなってしまって、で、結局ですね、熱は出る、で、点滴で、やっていたっていう感じだったわけです。で、先生と話しましたけども、もう血液検査が相当悪くなっていて、もう五分五分だと言われました。で、どっちに転んでもおかしくないし、このままだったらいけないので、とにかく口から食べることをしてくださいと言われてですね。で、病院の食事は相変わらずな食事なわけですけども、それは本当に感謝な食事なんですが、とにかく何でも食べる、食べたいものをもうとにかく食べさせた方がいいということでですね。で、とにかくふりかけを持って行ってみたり、お茶漬けを持って行ってみたり、味がつくものをですね、最初持っていって、それでもなかなか入らなかったんですけども、ネットワークの方にですね、お祈りいただいた後ぐらいからですね、そのものを使って食べれるようになってきたんですね。で、今まで本当にそれも食べれなかったんですけど、それを食べれるようになってきて、で、この前おにぎりを持っていったらですね、その
おにぎりだったら食べれると言い出してですね、それで一口二口食べました。でそこからだと思うんですね。やはりこうお祈りのネットワークに皆さんに一斉に祈っていただいて、それから少しずつ今食べれるようになっています。で聞いたら3割ほど食べてる、今まで全く食べてなかったんですね。それを3割ぐらい食べれるようになったって、あすごいなって、会っていただきましたけど、顔色はいいんです。ただ熱が出てたりとか動けないとかいろいろあったんですけど、数値がめちゃくちゃで、でも神様がおられるなっていうことをすごく思っています。で今どんどんと言ってるので、とにかく口から食べれるようにですねお祈りいただければなというふうに思っております。それと母親の方は、昨日カリスマ聖会で飯塚に来ていただいたんですが、イザヤ牧師に来ていただいたんですけども、聖会に向かっている途中でですね、先生から電話があって、今日検査したら数値が全然いいので、もう今からでも退院できますよって言われたんです。でも私は今聖会に向かってて準備もしなくちゃいけないしね、今日は絶対無理だと思ってたんですけども、こう準備にしに行ってる途中で、あ夕方もし退院させてくれたらもしかしたら大丈夫かもしれないと思ったんですね。でその後全部全てが終わった後に先生聞いてみたら、あ今からでもいいですよって言ってくださってですね、それで、夕方のご飯が終わって、帰ることができました。で今現状はどうかっていうとですね、さすがにこう病院に入院していたわけですので、食事がなかなかまだ食べてない感じですね。出たというか食べたくないのかもしれないんですけど、出た食事を、まあ、一口二口食べて終わるぐらい。でもすごく元気に、やはりこのバッグの祈りがあるから元気なんだなということをですね思っております。二人ともとにかく食べるように、体力がつくようにですねお祈りいただけたらと思います。はい。じゃあどうなの？今の数値は少し上がってきた。その食べるようになって、うん、やはり祈ってもらった頃ぐらいから食べれるようになって、数値が今先生はじゃあもう安心して、その安心まではいかないと思いますけど、安心まではいかないけど、はい、まあ数値はよくなってきたって、はい、先生だから、うん、月曜日からじゃなくて、月曜日休みですね、火曜日からリハビリをしましょうと、うん、はい、あ、リハビリできるんだね。ただ立つことはちょっとまだ難しいかもしれないんですが、できるところからやりましょう。わかりました。はい、はい、こそこそお祈りください。で、はい、ゆみさんも一言、はい、このマイクね、ゆみさんね、このマイク、はい、じゃあ2番、はい、はい、お願いします。お願いいたします。愛する天のお父様、感謝します。本当ヨハネ牧師、こう危険な状況から脱出することができたこと、本当にありがとうございます。これからリハビリもある始まりますけども、どうぞさらに体力がつき、だからご飯がさらに食べれるようにどうぞ守ってください。また前はこう痛み止めができないという状況でしたけども、本当にぴったりの薬とか痛みにもからも守ってくださることをお願いいたします。だから松尾さんの、本当に退院ありがとうございます。本当に、退院されたばっかりですので、で体力をさらに強めてください。また松尾さんも食べれるようになり、胆のうの手術の後の回復が完全になされていきますように、どうぞ導いてください。このことを許された主の素晴らしい、このご計画が電子教、また飯塚教会に主が表してくださることを信じ、ありがとうございます。またお兄さんにも主が働いてくださることを信じ、感謝いたします。主の完全な御手をさらに表し、主が導いてくださることをお願いいたします。愛する天皇様、本当に両親がこの次々に入院しましたけれども、このこともありがとうございます。あなたの許しの中で起こった事柄ですが、あなたが本当に祈りを通して、多くの祈りによって、この今回復していることをありがとうございます。確かにいろんな事柄を通りましたが、父も本当に毎日勉強と言いながら祈っておりますけれども、本当に神様が導いてくださり祝福してくださっていることをありがとうございます。あなたがこの後の飯塚教会における、また両親にとってもこれからの働きがさらに明確になっていきますことをありがとうございます。神様、触れてくださって、まず今の本当病が完全に癒されていきますように、食べれるようになり、腰も完全になって、この神様の前に立つことができるまで神様が導いてくださることをお願いいたします。母も元気になって、行くことができるようにあなたが導いてください。アーメン。愛する天のお父様、100倍60倍30倍と語られたこの年に、
このことを許されたことをありがとうございます。飯塚教会にとって、そして電子ご夫妻にとって、電子家にとって、このことをあなたは祝福として置かれたことをありがとうございます。この向こう側に私の計り知れない神の素晴らしい計画と栄光が待っていることをありがとうございます。ヨハネ牧師を、本当にあなたが、そのお話を聞きましたけど、天国が降りてきて、なんか本当にあるところまで行って、でパッと目が覚めたと言われて、引き戻されたと言われましたけれども、本当だったんだろうと思います。あなたが意味を持ってこの地上に戻されて、ヨハネ牧師にまだ使命があるとおっしゃったことだと思います。どうぞこの後本当に食欲が出てきて、3割と言わず4割5割10割食べれるようになり、本当に体が健やかになっていき、どうぞ聞こえにくかった難聴の耳も神の愛と憐れみの中でまさに癒されて回復して、主の働きをできるように力強く進めれるように、特別な御手を持って導いてください。またお母様も退院できて本当にありがとうございます。お母様にも食欲が与えられて、ずっと子供さんたちのために喜んでお弁当を作っていらっしゃいましたけれども、それをし続ける体力と気力と意欲を与えてくださって、神様の働きをご夫妻でさらに成し続けていくことができるように、そしてこのことを通して飯塚教会が建てられた牧者のために、みんなが一つになって祈り、教会がさらに強まって神様の栄光を見ていけれるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。あなたは用意されている素晴らしい福があることを思います。どうぞヨハネ牧師、そして松尾夫人、あなたはこの二人を完全に癒し回復し、主治医に的確な判断と対応を与え、神様の栄光を表してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。お願いします。はい、お願いします。